では、プリンスアイスワールド2013横浜公演に先立ちまして、主催者の方々の視聴表敬と合わせましてですね、主催者の方から、横浜の児童福祉施設の子どもたちに300人、公開リハーサルへのご招待をいただいておりますので、それの目録贈呈式ということで、始めさせていただきたいと思います。それでは、八木沼様の方からですね、今年の公演の見どころなどをですね、ご紹介いただければと思います。はい、ちょうど作っているところなんですけれども、今年も横浜市の皆様に、市長はじめ、ご協力いただきまして、大変感謝しております。よろしくお願いします。ケネプロに今年も変わらず、最初に300人、子どもたちに来ていただいて、でフィギュアスケートを、少しでも楽しんで、はい、少しでもこう何か感じて帰っていってもらえたら嬉しいなと思っています。で今年は全体的なプログラム、構成としてこう受け継がれていく音楽、いろいろな世代の人たち方々にお馴染みのある曲というものを、はい、ピックアップして、それに合わせてこうスケートを滑っていく、そういう、はい、チームは大きな体験なんですよ、そういうことも思いますし、それから今回世界選手権を任せましたスケーターたちも、参加が決まっております。浅田真央選手、今こちらの方にはまだ書いてないですけれども、浅田真央選手、鈴木亜希子選手、村上佳菜子選手、あと高橋大輔選手、村選手、はい、決まりました。もう本当に豪華な。で、いよいよ今年は来年2月に冬季のソチオリンピックが開かれますので、そういう点でも、そのソチ前にシーズンオフに見られる最後のチャンスがこのプリンスアイスワールドかもしれないので、この春にぜひ。皆様にぜひご覧会場に足を運んでいただいて見ていただければ嬉しいなと思っております。続いてこちらお願いします。いきます。もう一枚。ありがとうございます。はい、感謝状。株式会社プリンスホテル様、株式会社テレビ神奈川様、非団体はプリンスアイスワールドに横浜の児童福祉施設の子どもたちをご招待され、夢と希望を与えてくださいます。ここに深く感謝の意を表します。平成25年4月5日横浜市長林文と、本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。